ホイールはやっぱいいっすね、これ。ホイール、ユンケル売っちゃったんですよ。売っちゃったんすか、前の。確かに。あの、フロントのパーツを、結構、売っちゃったんで、気分転換して。ちょっと、あげ、車高も。それで、純正リップになって。はいはい。あー、これもなんかでかく見えますよね。これ名前なんていうの？クリムソンです。クリムソン。このカット売ってないらしくて。見ないですね。だからもうこれだけは絶対手放さないでってずっと言ってて。廃盤ですか？多分そうですよね。もうオーダーで作ってないんです。あ、じゃあないんだ。ないって言ってます。だから価値があるから売らないでって言って。売らないで。このデザインまた合いますね。デザインですね。はいはい。この周りが、ね、いいですよね。参考か、参考引っ張ってるね。ちょっと後ろだけちょっと下げてきて1cm。 はい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 。あ、はいはいはい。ステッカーチューンとかね。あ、後ろにも置いてあるよね。ね、後ろに。まあシンプルにね。これ何のマフラー？ああ、そうなんすか。あ、プレートもついてね。やっぱ自分の気に入ったのがいいですね。音でも見た目でも。中はあのままですかね。シンプルにノーマルベースで内装はこんな感じで、足回りですね、重心ね、ホイールがね、and don't